ビアリッツオランピック、ペーバスクは、フランスのプロラグビーユニオンチーム。アキテーヌ地域圏ピレネーアトランティック圏ビアリッツに、本拠地を置いており、ビアリッツオランピック、または単に、ビアリッツとして知られ、日本語では、ビアリッツオリンピックとも、フランスのラグビーニ部リーグである、ラグビープロディ2で戦っている。ホームゲームは、ビアリッツにある、多目的スタジアムのパルクで、 スポールアギレラで行っており、このスタジアムは13,500人を収容するが、より大きな収容人数を必要とする試合を行う。際、スペインバスクのサンセバスティアンにある、エスタディオアノエタを使用することがある。ビアリッツのユニフォームカラーは、赤色と白色である。フランス選手権では5度優勝しており、その他にもいくつもの主要タイトルを獲得している。1913年、 二つのチームが合併して、ビアリッツオランピックが設立された。1934年シーズンには初めて、フランス選手権の決勝に進出し、アビロン・バイオンヌに敗れた。翌シーズンには、決勝で、USA ペルピニャンを破って、フランス選手権で、初優勝した。2002年シーズンには63年ぶりに、フランス選手権で優勝し、 2005年シーズンと2006年シーズンには2連覇した。ヨーロッパの舞台では2006年と2010年にハイネケンカップで準優勝した。クラブの歴史は19世紀末にまで遡る。アキテーヌ地域圏ピレネーアトランティック圏ビアリッツにあったある運動クラブは1902年にビアリッツスタッドと名付けられラグビー部門を開設した。1909年には ビアリッツスポーティングクラブが設立された。1913年4月26日、2つのクラブの融合が行われた。新クラブの名称はビアリッツオランピックとなり、MP シャンパーニュが初代会長に就任した。1934年5月13日、ビアリッツオランピックはトゥールーズのスタッド・ド・ポンジュメルに集まった18000人の前で、 フランス選手権決勝を戦ったが、アビロン・バイオンヌに8-13で敗れた。バイオンヌは、ビアリッツの隣町であり、2つのクラブの本拠地は3マイルほどしか離れていなかった。フランス選手権決勝が、バスク地方のクラブ同士となったのは、この対戦が唯一である。1年後、ビアリッツは再び全国選手権の決勝に駒を進め、今度は、USA ペルピニャンと対戦した。 ビアリッツは3の0で勝利し、初めてフランス王者となった。1930年代にはその後も成功を継続し、1938年のフランス選手権では決勝で再びペルピニャンと対戦したが、今度は6から11で敗れた。その1年後、両クラブは決勝で再開し、6から0で勝利したビアリッツが2度目の国内王者となった。しかし、 その後の半世紀間、ビアリッツはフランスリーグで際立った成績を残すことはなかった。1930年代、ビアリッツは決勝でペルピニアンと二度対戦しており、一勝一敗だった。その後は半世紀以上も決勝での対戦はなかったが、1992年には再びフランス選手権決勝で顔を合わせている。1980年代末まで、 棒という愛称を持つビアリッツがリーグの頂点に到達することはなかった。1989年、ビアリッツは1937年シーズン以来となる、シャランジュ、イブ・ドゥ・マノワールの決勝に出場したが、RC ・ナルボンヌに12-18で敗れた。1992年のフランス選手権では、パリのパルクでプランスで行われた決勝に進出したが、 R.C. トゥーロンに14から19で敗れた。1997から98シーズンには初めてヨーロピーラグビーカップ戦に参加し、欧州チャレンジカップに出場した。ビアリッツはプールステージで6試合中3試合に勝利したが、プールステージを通過することはできなかった。1998年、ビアリッツオランピックから現在の名称であるビアリッツオランピック、 デーバスクに名称が変更された。1998から99シーズンも前、シーズンと同様であり、6試合中4試合に勝利、したが、フランスのアジャント CA ブリーブの後ろのプール3位で、終えた。3度目の欧州チャレンジカップのプールステージで、ビアリッツは1敗しかせずに、プール首位となった。しかし、準々決勝では、イングランドのブリストルラグビークラブに敗れた。 1999から00シーズンのクープドゥ、フランスでは、決勝でブリーブを24から13で破り、ビアリッツは1937年以来となる優勝を飾った。これによって、ビアリッツは、ハイネケンカップの出場権を得た。2006年のトップ14決勝後に優勝を祝う、ビアリッツの選手2000から01シーズンのハイネケンカップでは、トーマンドパークで行われた。 準々決勝でアイルランドのマンスターラグビーに29から38で敗れた。2001から02シーズンのハイヌケンカップではプールステージの6試合で2勝しプール2位で準々決勝に進出したが決勝に進むことはできなかった。2002年ビアリッツは過去10年間で初めてフランス選手権で決勝に進出した。 サンドニのスタッドドフランスに集まった78,457人の前で決勝が行われ、SU アジャンを25から22で下した。クープドフランスでも決勝に進出し、19から21でアトランティックスタッドロシェライに敗れて、準優勝だった。2002から03シーズンのハイネケンカップでも、ビアリッツは成功を記録し、プールステージを首位で終えたが、準々決勝では、 ダブリンのランズダウンロードで、レンスターラグビーに13から18で敗れた。2003から04シーズンのハイネケンカップは、過去最高の成績を記録し、ビアリッツは、初めて準決勝に到達した。プールステージを首位で終え、準々決勝では、ラネリ・スカーレッツを破った。準決勝では、同じフランスのクラブ、スタット・トゥールーザンに11から19で敗れた。 2004から05シーズンのハイヌンカップでは、プールステージで、ロンドンワスプスにいっぱいを起死したが、プールの首位で6試合を終えた。準々決勝では、マンスターを破り、準決勝進出という前シーズンの成功を繰り返した。パルクでプランスで行われた、準決勝では、スタッドフランスに17から20で破れた。しかし、2005年のフランス選手権決勝では、 とても困難な挑戦だったが、スタッドフランセを37から34で下して優勝した。2005から06シーズンのハイヌケンカップでは決勝でマンスターと対戦した。プールステージ初戦ではイングランドのサラセンズに敗れたが、残り5試合に全勝してプール4で首位となった。準々決勝ではイングランドのセールシャークスに十一から六で勝利し、準決勝では イングランドのバースラグビーに18から9で勝利した。決勝では、マンスターに19から23で敗れた。しかし、ハイネケンカップでの敗北を忘れ、2005から06、シーズンのトップ14で決勝に進出することができた。決勝では、トゥールーザンと対戦し、9から6とリードする接戦で、ハーフタイムを迎えたが、後半に勝利への襲撃を開始し、 最終的には40から13で勝者に返り咲いた。2006から07シーズンのハイネケンカップでは、プールステージの6試合に全勝し、29ポイントでグループ首位となった。準々決勝では、エスタディオンアノエタに、ノーサンプトンセインツを迎えたが、試合をひっくり返されて7から8で競り負けた。2010年のハイネケンカップのプールステージでは、いずれもアノエタで、 ウェールズのオスプリーズとマンスターに勝利したが、5月22日の土曜日にスタッドドフランスで行われて、激しい戦いとなった決勝では、トゥールーザン29から21で負けた。2012年5月18日、トゥイッケナムストゥープで行われた2011から12シーズンの欧州チャレンジカップ決勝で、ビアリッツはトップ14のライバルでもある RC トゥーローンを21から18で破った。 2013から14シーズンはトップ14で低迷しラグビープロディ2に降格した。ボップ部というロゴが書かれたイクリニアム級で活動するマスコットのラボニー・ビアリッツはホームゲームをビアリッツにある多目的スタジアムのパルクでスポール・アギレラで開催している。このスタジアムはラグビーに使用されることがほとんどであり約13,500万 3, 人を収容できる。 ビアリッツのホームゲームを除けば、このグラウンドはフレンチバーバリアンズがホームゲームに二度使用したことがあり、1997年11月11日のラグビー南アフリカ代表との試合、2007年3月3日のラグビーアルゼンチン代表との試合が行われた。大きな試合になると、フランススペイン国境を渡ってサンセバスティアンのエスタディオアノエタに行くことがある。 ハイネケンカップの準決勝以上の試合は少なくとも2万人の収容人数を持つ場所を使用しなければならず、あのエタはこの収容人数を満たすビアリッツから最も近いスタジアムである。収容人数の上限まで観客を入れると、あのエタは3万2千人をわずかに超える。あのエタで行った初めての試合は2004から05シーズンのハイネケンカップ準々決勝のマンスター。 ラグビー戦だった。2005から06シーズンには、ハイネケンカップ準々決勝と準決勝の両方で、あのエタを用いた。2006から07シーズンの準々決勝の、ノーサンプトン・セインツ戦もまたあのエタで行われた。2009から10シーズンのフランス選手権、トップ14で、ビアリッツは、ホームゲーム2試合、北、バスクダービーのバイオンヌ戦と、伝統的な競合である。 トゥールーザン戦をあのエタで開催した。ハイネケンカップで決勝に進出した2009から10シーズンには決勝に先立つ準々決勝のオスプリーズ戦、準決勝のマンスター戦の2試合をあのエタで開催した。通常、ビアリッツオランピックは赤色と白色を着用してプレーする。緑色はクラブの第3の色であり、赤、白、緑の3色は バスク地方を象徴する伝統的な色である。彼らのホームユニフォームは赤色の靴下と赤色のパンツ、脇に赤色が入った白色のシャツで構成されている。セカンドジャージも緑色の腕を持っている。彼らのユニフォームは襟なしであり、バーダによって製造されている。メインシャツスポンサーはキャップジェミニである。1998年にはバスクのクラブという意味を込めて、 現在の名称である、ビアリッツオランピック、ペイバスクが採択され、この名称はしばしば、ボプブと略される。クラブのロゴは、中央に、B と、O の文字が入った赤色と白色の縦である。ロゴの両脇にある緑色の部分には、ペイズバスクという文字もまた刻まれている。ビアリッツのサポーターはスタンドでイクリニャを揺らすことがある。バスク人サポーターは、良い歌い手としての名声を得ており、 スタンドからは伝統的なバスクの歌も聞こえる。ビアリッツのサポーターはとても声量が大きいことで知られており、相手チームにとってパルクでスポールアギレラは威圧感のある会場であるとされている。2006年のハイネケンカップボーダーリーバース戦。ありがとうございます。